今回の法改正で大事なところというのは、まず労務費に関する基準が設定されて、でこれに違反したらいけないと、まず、ここの部分の実効性のところをですね、どう確保していくのかというところだと思ってます。そして、特にこの業界というのは多重下請けになってます。ですから下請けの下の方に行けば行くほど弱い立場であるという構造の中で、先ほどの標準労務費を下回っていないか、これを下回っていたら禁止だと。さらにもう一つは資材費が高騰して、契約条件を見直してほしいというその申し入れに対して、ちゃんと協議を、発注者側が受け入れてくれるか、ここの部分の実効性ということもあると思うんですね。しかし、この実効性を確保する上で、非常にこの、労務費の、積算のところの見積もりにしても、さらにはその協議の受け入れにしても、関係者しか知れえない、非常に、機微に触れる部分ですから、ここの部分、どうしてじゃあ、建設 G 面が知ることになったのかと。いうところがですね、気になると思います。これを、下請けの、業者さんが、通報したということが分かってしまったら、次の、仕事をくれないとかですね、ずっともう出入り禁止になったりですね、そんなこともやっぱり心配しないといけないというのが、弱い立場である下請けの立場だというふうに察します。そこでですね、質問なんですけど、まず勝野参考人、そして、その後岩田参考人の方々から順番にお伺いしたいんですけども、この実効性の確保 で弱い立場である、その情報がどうして漏れたのか、このことによって、仕打ちを、仕返しを受けないような配慮というのを、この政府にどのような制度、やり方で求めるのか、例えば匿名での通報、あるいは定期的な巡回、こういったことのやり方についてですね、標準労務費の確保や契約条件変更の協議の受け入れがちゃんとなされているか、ここのところの、担保の仕方について、要望を お伺いしたいと思います。まず勝野参考人。はい、ありがとうございます。建設業法の中では、下請け業者に対しての、不利益取扱いの禁止が、規定をされているわけでありますけれども、元請け等に対してその周知徹底を、さらに国の方でしっかりと、図っていただくことがまず第一かなと思っております。でその上で相談窓口体制の拡充でありますとか、国による具体的な指導、迅速な指導結果の公表等をお願いをしたいと思っておりますけれども、先生ご指摘のとおり、不利益の中には、これを言ったら次の仕事がやっぱりもらえなくなってしまうという、そういった点が一番非常に大きな要素としてあるというふうに思っておりますので、匿名性の担保ということもですね、私自身は非常に重要な点だというふうに理解をしているところであります。以上です。次、岩田さん。はい、非常に難しい問題であると思うんですが、やっぱりこれは通報ということになろうかと思います。でこれは今までは曖昧だったもの、通報してもうまく協議をしてくれという形で着地点を見出してたわけですけれども、今回は法律ができると。で先ほど申し上げましたように、その建設業法を持っていってこういうことなんですと、著しくだとか不当という言葉があれども、あまり所長やりすぎたらまずいですよと、コンプライアンス違反になると、元請けさんもコンプライアンスを守れと言ってきたではないですかと、業法が変わるんですと、そういうことをしっかりと説明しながら、どうしても聞いてもらえないところは団体で、地方整備局なりご相談をしていきたいなというふうに思います。
白石洋一君。一応ここ大事なところなんで、もし堀田参考人、そして楠木参考人先生方ももしコメントがあればお願いします。堀田参考人。はい、ありがとうございます。それでは一人一人 の技能労働者 の、労働条件等が遵守されているかを確認するということが大事なのかなというふうに思います。これ一人一人の、例えば他国における例でありますような賃金台帳の開示ですとか、そういったレベルで その確認がされていれば、そういった問題はそもそも、起きない、通報する必要もないということでございます。我が国においてそういったその一人一人すべての工事を網羅するような、そういった仕組みを一気に作るのは、構築するのはなかなか大変だと思いますけれども、先ほど申し上げましたいくつかの国ではもうその全数調査が当たり前になっているような、そういった国々もございます。特に我が国においては CCUS をはじめとして関連する技術開発も進んでおりますので、いろいろな工夫の余地があるのではないかというふうに考えます。以上です。楠木参考人。ですね、優越基地乱用や例えば下請け法違反とかですね、これ公正取引委員会が所管してますけども、おそらく同じ問題を抱えていると思うんですね。でそれについて、コートリーなりがどう考えているのかというのも非常に参考になるのかなと思いますし、あと先ほど堀田参考に申し上げお話になったようにですね、きちんとそこを調査していくということを徹底すれば、その分ですね、今おっしゃったような問題というものは起きにくいのかなというふうに思っています。以上です。白石洋一君。はい、ありがとうございます。はい、そして、次の質問なんですけれども、今回の法改正で、工期、適正な工期というのも確保しなさいと、いわゆる工期ダンピングは禁止ということがありますけれども、でもこの工期について言えば、そもそも2020年7月に工期に関する基準が作成、そして適用されていると。もう4年前にですね、工期に関する基準というのはあるわけですね。で、これがあるのにもかかわらず、今回の法改正に、至ったということで、建設業界内でこの工期に関する基準があるということ、この、周知の度合いというのはどのような状況でしょうか。これは岩田参考人と、そして、勝野参考人にお願いしたいと思います。岩田参考人。我々専門職種はですね、その工期の基準というのは始まりから終わりまでを規定してましてですね、我々はその中のパートをやってますので、その工期、これが適正な工期ですよっていうものは我々の経験値で今までご提案をして、下からこうボトムアップが上げていくような、それでそれが適正工期だと理解をしているんですけれども、受けた元請けさんからすると、いやこれは例えば1週間でやらないといけないもかかりますよというものを5日でやれと、人を入れたらできるだろうというようなことで今までなんとか乗り切ってきた。ここには非常に難しい問題ですが、生産性が低下すると、人をたくさん入れれば低下する、10人で1週間かかるものを20人入れて4回ぐらいでやるということになりますと、ロスが相当出ますので、それでもロスが出てもやれというような中で今まで来ましたので、適正工期がどこかというのは我々からするとですね、言った工期をしっかり守っていただきたいということしか言えないという、全体工期に対して我々はなかなか全体把握するのが難しいという、ちょっとお答えになったかどうかわからないんですけれども、はい、勝野参考人。はい、ありがとうございます。工期に関する基準は、先生ご指摘の通り、従前から策定は、されていたわけでありますけれども、業界内において、それが十分、周知をされて、いるとは、言い難いのではないかというふうに認識をしております。また工事発注者について、民間工事の発注者、住宅などの個人の発注者にはほとんど周知浸透がされていないというふうに考えております。施策の実効性を確保するためには、国からはあらゆる機会を、そうした意味であらゆる機会を通じて、幅広く
周知を図っていただくということが重要であるというふうに考えております。以上です。白石陽一君。ありがとうございます。次はですね、多種多様な公種の労働者がさまざまな雇用形態や賃金形態で従事しているこの業界です。で、そこで見積もりをする、そして積算をしていくというふうになると非常に複雑で、そんな中で標準労務費を確保していくというこの作業量、先ほど堀田参考人からもありましたけれども、準備に非常に手間がかかるという問題はあると思うんですね。さらにこの、改正建設業法による規制が入ってきて、大変な、作業量としては増えるというふうに思います。そこで、特に一人親方とかですね、0歳の、建築業者さんを抱えていらっしゃる勝野参考人にお伺いしたいんですけれども、これを簡易にする、この作業量を軽減するためにどのような制度あるいは政府のへの施策を求めたいというふうに考えていらっしゃいますでしょうか。勝野参考人。はい、ありがとうございます。標準労務費の行使使用等が細分化をし複雑化をすると、とりわけ小規模事業者の事務負担については増加をする可能性は十分あるというふうに思っております。で、標準労務費の作成にあたりましては過重な事務負担が生じないように配慮をしつつもですね、全ての現場従事者の処遇改善を図られるよう工夫をしていただきたいというふうに考えているところであります。答えになっているかどうか分かりませんが、以上であります。白石陽一君。わかりました。はい、それでは最後の質問になると思います。生産性の向上というのもこの法案の中で、謳われています。で、生産性を向上するために ITC を活用してくださいということなんですけれども、これも、言うは安く、行うは形だと思うんですね。それを、どうやって、していくのかということはやっぱり課題になると思うんです。で、そこで、この4人の参考人の方々にそれぞれお伺いしたいんですけども、生産性の向上、これをどのように成し遂げるのか、で、そこに対してどういう施策、政府への、制度的な支援というのが要望されるのか、この点について、ご意見を賜りたいと思います。それでは岩田参考人から。私の職種は鉄筋工事といいまして、ほとんど人が組み立てていく、骨にある仕事なんですけども、体のそれについてもですね、こう形作っていくのに結束という手作業の、針金で結ぶという作業があるんですが、これについてもロボット化が進んできております。ただ我々業界団体内の会員がそれを今手掛けているわけですが、非常にこう初めの初期投資に苦労しているということですので、そういう ITC 化を図る上で、財源のない我々労務職種に対しての助成金などちょっとそこを手厚くしていただければというふうに思います。堀田参考人。はい、ありがとうございます。ICT の活用については先ほど申し上げたことの一部重複になるかもしれませんけれども、例えばこれまで設計の段階、それから施工の段階、維持管理の段階でさまざまなその ICT 活用による効率化が図られてきました。しかし必ずしもそれぞれのその段階の中でとどまっていて、段階をつなぐようなそういった取り組みがなかったために、例えば設計の段階で BIM、SIM のモデルを作ったとしても、施工の段階でまたそれを一から作り直さなくてはいけないような、そういった状況もあって、これはもうさらに連携をすることによって全体の生産性を向上させることができるのではないかというような指摘がされて、そういった取り組みも一部始まりつつありますので、ぜひそういった取り組みが広がることを期待しております。勝野参考人。はい、建設現場における ICT の利用につきましては生産性向上の観点からも必要であるというふうに考えております。一方で
とりわけ小規模事業者につきましては、システムの利用でありますとか、機器の購入等の、コストがですね、負担になるということも想定をされることから、適切な環境整備に向けて、財政的な支援の拡充ということをぜひお願いをしたいというふうに思っております。以上です。楠木さん公認。この ICT の活用に関しましては、項目としてはその働き方改革とセットで出てきているということが分かる通りですね、労働者の労務効率を図るということが大事な視点かなと思っております。それからその発注者に関しましては、これ省庁横断的にいろいろ工夫しながらやっていくべきだと考えております。以上です。白石君、これにて終わります。本日は誠にありがとうございました。